編集チャンネル。劣後債っていうもの、会社になったら何かあった時にお金返ってこなかったり、1億突っ込んでいたものがじゃあ半分になりますっていうものなんですけど、その分やっぱ利回りが高い。これはお金持ちの、その投資の全般的な特徴なんですけど、リスクを取れるんですよ。いろんな商品あると思うんだけどさ、要はお金入れて上がるか下がるかじゃん、リスク何パーに対してリターン何パーかっていう、シンプルにそれだけなのにめちゃくちゃ商品あって、仕組み債みたい な, そのなんかカスタマイズしてオーダーメイドでとかやってるけど、その仕組み債で作ったそのリスクリターンの割合とかって、同じぐらいのパーセンテージのやつってもうすでに多分他の商品でもなんか絶対あるはずで、それがね、ないのよ。ないんだ、ある程度そのリターンが高い商品っていうのがないのね、基本的に。あ、なるほどね。例えばベンチャーキャピタルとかだと、うまくいったらこれぐらいみたいなとかは分かるけど、じゃあそれも別に確証されてるわけじゃないし、10年間お金をつけときましょうっていう話じゃん。だからリターンを求めようとするとリスクを取らなきゃいけないわけ、そこを理解してるお金持ちがやってるよってことだね。そう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 。リスクリターンの配分だったり、この持たないといけない期間だったりっていうのがちょこちょこ変わっていろんな商品が出てるっていう、さっきのカブちゃんへの回答をすると、だからなんかこれ他で代替できんじゃないっていうものを探すと案外なかったりっていうのは。そうそうそう、まあ俺的にはさ、企業の株買うのだってさ、同じような話だと思ってて、賢い人たちがいろいろなロジックのもと生み出すのか分かんないけどそこら辺の凡人がなんでそんな複雑なのにこだわろうとするの。複雑なほどなんかよく見えるのかな、理解できないからちょっといけてるような感じに見えるみたいな理論なのかなと思ったりとかしてて、数億持ってる人がだと、じゃあそこから安定して収益を得てキャッシュフローを生みたいっていう人もいれば、10年後に倍になってればいいけど、その過程は一切キャッシュはいらないっていう人もいたりするし、意外と目的が、目的が、ね、前提条件が違うんだね。かぶちゃんはね、入れてちょっと増えればまあ OK みたいな、動画のネタになるっていう、そんな目的のやつ少ねえよまあ今株と債券っていう話をしたと思うんですけど、ここからあのごちゃ混ぜっていう括りに勝手に僕は呼んでるんですけど、その他みたいな、もっと自分の手を離れたような投資、例えばヘッジファンド、要は1億預けます、よろしくパターンっていうのもいくつか実はあって、LP みたいなもんだよね。まあ、LP みたいなもんですね。ヘッジファンドはもちろんピンキリあるんですけど、ワンショットは本当に1億とか3億とか、そんなレベルのものが海外だと多くて、まあ、一部1000万缶とか3000万缶とかいうものがあったりします。でヘッジファンドが何やってるかは、ただお金預かって何かしらで運用して増やしてるだけなんで、普通に株を買って債券を買って増やしてる人もいれば、企業買収みたいなことをして増やそうとする人たちもいれば、仮想通貨で増やすみたいなファンドもいたりするんで、別になんか特に怪しいものでは全くなくて、今までのはどっちかっていうと僕が商品を買うって感じだったけど、ヘッジファンドとかもお金を預けるから、何をされてるかは分かんないけど、とりあえずなんかこんぐらいで増えることを目指して頑張ってくださいね、みたいなことをやってる人も当然増えてる。やっぱお金持ちになればなるほど、あの働く意欲がなくなってきたりとか、意思決定疲れることしたくないから、あのよろしくっていうパターンが増えてくると、なると、まあ、ヘッジファンドっていうものとかもやっぱり投資の対象にはなるのかなと。ヘッジファンドにこう預けたらどんな感じで返ってくるのか、もうピンキリピンキリ、年率 10%15% とかで回してる人もいるし、なんか数年間マイナスでみたいなところもある。どこに預けるかっていうのは選ばないといけない。預けるときにそれぞれがみんなヘッジファンドと違う契約するイメージなんだね。じゃあ要はなんかヘッジファンドってなんかもうとにかくプールしてガンガンやってそれを一気に回してるみたいな。ああでもね、そういう感じではある。だから銀行みたいにさ、要は預けたら利息いくらっていうのとちょっと近いというかさ、まあ結局そのうちはこういうファンドを運用しています、これにお金出してくれますか、どうですかっていう話。なるほどね。あの会社のあのファンドマネージャーはめちゃくちゃ優秀だからあの人に預けるとか、これから俺は中国が伸びると思ってるから、中国に対してるヘッジファンドに投資するみたいな、そういう意思決定は必要になってくる。だからまあ銘柄を選ぶっていうのがヘッジファンドを選ぶっていうちょっと大きな話にこう置き換わるっていう感じですかね。なるほどね。だから親元とかさ、生命保険でやってたさ、仕事だってヘッジファンドみたいなもんじゃん。まあ俺はその個別株のね、あの選定投資っていうところだから、まあでもまあ似たような感じか、この業績だったりとか、人の金を預かってっていうね。そう俺の知り合いもめちゃくちゃ優秀なやつがヘッジファンドに行こうってしてたから、あ、そういう人たち集まんだなと思って。全然話あれだけど、一攫千金の舞台だもんね、ヘッジファンドとか。いやすごいよね。トップオブトップだしね、金融界のね、ボーナスで 何十億とか作ったりする人も普通にいるから、すごいかっこいい。かっこいい、かっこいいよ。それこそ外資系投資銀行とかよりももっと実力主義みたいな感じなの。
学歴とか関係ないからね、うん、だってもう1億が預けたのがいくらに増えましたかでしかないから、うん、聞いた話では普通にあの自殺しちゃった人がいるとか、うんうん、っていうのはもうヘッジファンドトレーダーの、ね、うん、世界だから本当にもう天国だったら天国だけど地獄は本当に地獄になっちゃうみたいな。すごいとこはなんか本当に1年で 30% 増やしましたとか倍に増やしましたとかもある。どこを選ぶか自分の責任って感じかな。もうちょっとお任せ度を上げるっていうと、うん、投資一人契約っていうものがあって、うん、投資一人契約これまでは比較的なんか自分で選ばなきゃいけなかったじゃないですか。多分オーダーも自分で作るとか、うんうんうん、ヘッジファンドも自分で選ぶとかあったけど、うん、もう毎年これぐらいのリターンと、まあ、これぐらいのリスクを得るから何に投資するかとかも全部お任せするわっていうものも、うんうん、そいつがヘッジファンドに投資したらなんかダブルコストになりそうだけどね。ダブルコストにはなりやすい、うん、結局それもさ誰にお任せするかっていう最初の意思決定が必要なわけでしょ。一人契約の一人契約みたいな話になってくるわけじゃん。もう一人契約選びリストやるわじゃあ一人契約の一人契約の一人契約のヘッジファンドのってやって買ったのがベイカレントの株だったあるわけでしょ、まあ、ベイカレント最初から買ってるわみたいな管理コストかかったわっつって、まあ、金融の知識がいらないよね。どっちかというとちゃんと人を選ぶ目さえ持ってれば大丈夫かなっていう。もっとすごいと今って運用の話だったじゃないですか、うん、ファミリーオフィスっていうものがあって、うん、運用メインでなんかいくら預けてこれは大体いくらぐらいになってればいいなっていう世界の話じゃないですか、うん、でも金持ちの人の悩みって実は運用じゃなくて税金と相続だったりするんですよね。息子の教育どうしようとか、うん、海外に行った時に税金取れるかもしれないけどここをどういうスキームでやろうかみたいなものだったりするんですよ、うんうんうん、っていうものをもう丸ごとその自分の一族専門の部隊みたいなのを作って、うんうんうん、やってる人たちもいるし、うん、一族専門でそういうもうお金の周りの悩み全部解決しますよっていうファミリーオフィスの会社もあったりする、うんうん、そんなもうバカ金持ち大社なんだよ。100億以上とかだよね多分普通に資産額が、うん、プライベートバンクのより上位版みたいな。プライベートバンクって基本的にどっかの会社に所属している人たちだけど、うんうんうん、もうその一族のために僕は働きますよみたいな。だからそこで弁護士とか税理士とか公認会計士とかファンドマネージャーとか雇ってそのチームを組んでやるらしい。なるほどね。ヘリクスかもしれないけどさ、うん、そんなに運用うまいんだったら自分の金でやればいいのにってやっぱ思っちゃうんだよね。人の金を運用するっていうのは自分の金でやるのが怖い人がやることだって思っちゃうんだけど、実際でもヘッジファンドで超優秀なのっていうのは分かるし、うん、でっかい金だからこそ手数料がたくさんもらえるからショートカットできるみたいなとかもあるとは思うんだけど、うんうん、最後はそこに結局行き着くんじゃないかなって思っちゃうんだよね、うんうんうん、自分のお金を増やすのと人のお金を増やすのって結構同じように見えて違うんじゃないかなと思ってたりする。だからそのなるほど、ね、野球をするのが上手い人と野球を教えるのが上手い人で違ったりするじゃない。っていうふうに、まあ、ファンドマネージャーも自分のお金も入れてやってる人とかも普通にいたりするし、僕も IFA だけど自分で株普通に買ってるしって、うんうんうん、目的によって手段が変わるからっていうこと。そうそうそう、うん、だから100億持ってる人と1000万しか持ってない人だと運用の仕方も変わってくるから、金融系の仕事やってるのに自分全く投資してませんとかは俺も違うと思う、うんうん、金額によってやることも変わるしね。そうそうそう、カブノさんの目標はファミリーオフィスを持つこと。節税とか、まあんま興味ないんだよね今のところね。でも増えてきたら出てくるんだろうね。そうだね、うん、日本だと任天堂の創始者の人がファミリーオフィスを作ってる。へー、そのレベルなんだ。そう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 、まあ、そうだよね。資産一回作ったら守りたいと思うんだろうね、うん、だと子供ができてるとやっぱ違うんじゃない。確かに。でもカモさんの理想はあれなんでしょ、死ぬ時に最後預金残高ゼロで死ぬことなんでしょ。理想とは言ってない。理想とは言ってないんだ。今1万円使う時の影響は死ぬ時の口座残高1万円減るだけっていう理論なだけであって、あ、使い切ることがいいとは言ってない。言ってない、うん、ちゃんと残したい気持ちはある。一人で最後死ぬんだと使い切った方がいいと思う。まあね、まあね、うん、まあ守るべきものができたら変わるんじゃないかという話ですね、うんうん、80とかになってさ、うん、何をやりたいことあるんだろうね金が。あ、そうだろうね、うん、考えるとやっぱ若い時に使ってた方が金が生きた使い方ができるような気もするけど、意外とね、あの医療費とかも高いだろうから、はい、そんな話を今し始めるとテーマ変わっちゃうから一旦切りますか。はい、はい、じゃあもう4つ目、投資観点とは違うんですけど、現物の資産を持っている人、うん、現物資産、時計、宝石みたいなのもやっぱ金持ちの人はやってるなっていう印象がありますね。それ結構いるんじゃない。そうだね、時計とかさ、だって買って数年経った方が価値高いみたいな。時計よりアートとか金カードとか
カードゲームのカードね、マジック・ザ・ギャザリング、ね、はいはい、まあ、まあ数千万ぐらいの単位だったらまだちっちゃい話かもしれないけど、うん、バンクシーの絵がこの前なんか20何億とかで売れたみたいなニュースもあったし、うん、普通の運用だけじゃなくてやっぱお金持ちになればなるほど自宅に飾る彫刻とか、うん、はいはい、壺とかね、そうそうそう、はいはい、売れるかどうかってどうやろう、そうそうそう、リセールできるかどうかみたいな、そんなもん知らんがなどうやって目利きすんねん。いやでもなんかタイかに行った時にそこでとある投資家の、ね、超絶金持ちの人と飯食った時に言ってたのは、うん、絵ってどんなものよりも 1g 単価が一番高い、なんかあったら丸めて持ち込みできるしみたいな、あ、そうだね、でかつ絶対価値はもう歴史において下がってないわけだから、うん、投資対象として絵っていうのはすごく価値があって、うん、どういう画家の絵が価値が出るのかっていうのをそこまでのスキームをある程度確立できたら絵を量産する体質作れるビジネスにできるんじゃないかみたいなことを考えてる人と飯食ったかなってということ、今からその売れる絵を作るビジネス、ピカソみたいなのどうやったら作れるのかみたいな面白いのがこの人と同じ一緒に飾られたから価値が上がるみたいな感じで、はいはいはい、YouTuber コラボするようなもんだよコラボして価値が上がるみたいな、格が上がるみたいな感じで、だから俺らも前澤さんとコラボしたら前澤さんまではいかないけどまた格が1個上がるみたいな感じで価値を錯覚したの釣り上げていくね。これって再現性あるよねっていう理論の投資家の、まあ、ちょっと話それちゃったんだけどっていう人で、金持ちの間でそういう絵の投資っていうのはホットなんだよって2年前ぐらいに言ってたな。へえ、うん、だってね前澤さんとかだってすっごい持ってるんでしょ絵が好きだから買ってるんじゃないんだよっていうね、そうだろうね、じゃあっつっていつも俺が買うんでしょそのまとめ方浅くねそろそろなんかカモンさんに買ってもらわないと話が進まないからさ、今1話目でずっとあとなんかおまけが続いてる状況だから第2話見たいんだよ俺は。伊勢丹のさ担当の方からさ、うん、なんか草間彌生の絵とかアートとかなんかこうどうたらこうたらがあるから来ませんかみたいなのはなんか来たりするから、うん、あの展示会でそこで買いませんかみたいな、そんな感じ、うん、へー、じゃあまだあのそこまでの投資は難しいという、うん、はいはい、そうだよ、ね、まだちょっと今まだねあのこの話した後自分のなんか100万200万とかの投資をして一喜一憂したのがすげえスケールちっちゃく感じるんだけどまだそのレベルだから我々は、ね、いつかはそこまでじゃあ上り詰めるのをストーリーとして、うん、株はあの物語が進行していくという体でこの間さ YouTube のコメントでさ、ここまで来たら箱押しだって言ってて、箱押しってなんだろうと思ってググったらアイドルユニットを応援、ユニットごと応援するみたいな、 AKB が好きみたいな、そうそうそう、はいはいはい、なるほどね、もうグループ応援みたいな感じでしてもらってるから今ありがとうございます。だからそこのストーリーを一緒に学んで歩んでいくと、はい、第2話再開を楽しみにして本日は締めたいと思います。はい、はいはい、じゃあ今日どうもありがとうございました。した年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。